いや、心霊写真とはちょっと違うと思うんですよね、僕が見たのって。深夜というかほとんど朝方に体験したんですけど、その時はだいたい8月の終わり頃で、通ってる大学の期末レポートの提出期限が何個か重なってたから、一人暮らしの下宿で遅くまでパソコンの前に向かってたんですよ。ワードパッド開いてカタカタ文字を打ち込んだり、別窓でグラフとか画像を作って貼り付けたり、まあ前もって少しずつやっておけよって話なんでしょうけど。それで黒かった窓の外が少し青黒くなってきたかなーって頃に、その時作ってたレポートが大体完成したんですよ。あとは全体を読み直して目次とかをちゃんとつけて体裁を整えれば提出できるって感じで。でその時書いていたのは翌日いっぱいまでに出せばいいレポートだったから、とりあえず仮眠を取ろうと。今はほぼ徹夜だからあんまり頭も回ってないし、読み直しとかそういう作業は一回寝てからの方がいいだろうって思ったんですよね。とりあえず書きかけの文章ファイルを上書き保存して、ウィンドウとかは閉じずにパソコンをそのままスリープモードにしてベッドに入って、もう大学も講義の期間は終わってて、要は夏休み前の期末試験とかレポートをするための期間で、僕もバイトとかの予定は入れてなかったから、特に目覚ましとかも設定してなくて、だから自然に起きるまでゆっくり寝られたんですよね。結局起きたのはお昼の11時頃で、なんか感覚として眠りが浅いというか疲れが微妙に残ってるような感じがしてたんですけど、でも目が覚めて時計を見たらもうお昼の11時だったから、予定とか入ってないにしてもさすがに起きなきゃなと思って、目が覚めて布団から出て冷蔵庫から適当に見繕ったカフェオレとかヨーグルトとかをテーブルに置いて、昨日というか厳密には今朝方まで触ってたパソコンのスリープを解除したんですよ。大方作り終わったまま提出しないままでいるのも気持ち悪いし、レポートをざっとチェックして問題なさそうだったらもうさっさと出してしまおうと。そしたらまあ夜にウィンドウを閉じないまま上書き保存だけしてたパソコンの画面が表示されるわけですよね。ワードパッドとか、あとは計算ツール、ペイントソフトとか。だからとりあえず文章を打ち込んでいるワードパッドのウィンドウ以外は閉じて、書いた文章を初めから読み直していこうと。それでざーっとスクロールしてる時にちょっとここ直したいなっていうところがあったんですよ。文字の誤字とかじゃなくて、段落単位でこう、ここの文章はもうちょっと前に持ってきた方がいいかなみたいな。だからそのあたりの文章をコピーして別のところに持っていこうとしたんですよね。そしたらまあ食べながらやってたのが悪かったのか、ちょっと操作を間違えて文章を貼り付けるところが1行分ずれちゃうみたいな感じになったんですよね。カーソルもう一個上にしないとダメだったじゃんみたいな。だから一旦操作をやり直そうと思ってショートカットキーでコントロールプラス Z をしたんですよ。まあワードパッドだとこの操作って元に戻すっていうキーだから、要はそれを1回押したらファイルの状態が1個前に戻るわけですよね。その時は多分2回ぐらい押せば元の画面に戻ったんだと思うんですけど、寝起きだったしもうレポートはほぼ完成してるっていう感覚だったから、まあ、さっきのもそうですけどちょっと操作が雑になってたんですよね。多分僕その時1回余分に押しちゃったんですよ。さっきも言った通り、その時僕が文字打ってたワードパッドのウィンドウって寝る前から開いていたのをそのまま閉じずに上書き保存だけして使い続けてたやつなんですよ。んで起きてから僕がした操作ってのは、さっきの文章のコピー&ペーストと、あとはスクロールぐらいだから、仮にそういう環境で元に戻すっていうキーを1回余分に押したとしたら、そのウィンドウは僕がレポートを作るのをやめて布団に入る直前の状態に戻ると思うんです。でも一瞬別の操作をしてしまったんじゃないかって思ったんですよ。コントロールキーと Z キーじゃなくて何か他のところを押しちゃったんじゃないかって。
だって操作を元に戻すって言ったってそんな操作をした記憶なんて一切ないんですよ。でもそれは紛れもなくワードパッドの操作を一回元に戻した画面として表示されてて、表示されてるその画面いっぱいに見覚えのない画像が出てきたんです。書きかけのレポートの一番最後、後書きとか、注釈とかが書かれているページのさらに下、ほとんど白紙になっているところに、例えば眠った後に忘れてしまわないようにってメモ書きでもするみたいに唐突に、なんというか説明が難しいんですけど、ものすごく画質の悪いお昼の道路だか交差点を背景にして誰かがこちらを見て笑ってるって画像なんですよ。なんですけど、その笑ってる誰かが明らかに後付けで合成されてるんです。下手なコラージュ画像っていうか、背景との画質も全然違うし、遠近感もめちゃくちゃで、いや、性別もわからないんです。だって胴体や手足も下げ替えられてるから、それくらいぐちゃぐちゃの、おそらくは人ってことにしかわからないような誰かがお昼の道路を背景にしてただこっちを見て笑ってるっていう画像で、言葉では伝わりにくいと思うんですけど、それがなんというかすごくちぐはぐで気持ち悪いんですよ。怖いとか背筋が凍るって感じじゃなくて、ただただ気持ち悪いんです。なんか直感で、あ、この画像はダメだって思ったんですよ。それ見た時に、なんでこんな画像がとか、いつこんなのを貼り付けたんだとか、そういうことを考えるんじゃなくて、とにかくこれはダメだって。漫画や小説じゃあるまいし、別にそれを見たら死ぬとかそんな大量なことを思ったわけではないんですけども、でもとにかくこれは見ていたくないって。だからその画像を消去しようとしたんですけど、その画像をクリックして削除のキーを押そうとしたところで、でもこれ削除したらまた出てくるかもって思って、だって削除してもそれは削除したっていう風に履歴が残るじゃないですか。そしたらまた操作をやり直した時に会ってしまうんじゃないかって思ったら、もっと嫌な気持ちになるって。今から思えばお世辞にも正常な判断とは言えませんし、絶対にもっとたくさんやりようはあったんですけど、その時は考えつかなくて、だから消去するのを一旦やめて、もう一回、つまりその画像が貼り付けられる前まで戻そうとしたんです。だからキーボードの左下のあたりに指を置いて、カタッてもう一回コントロールプラス Z を押したら、まだその画像は表示されたままで、その画像の上に1行、後でまた取りに行くって打った覚えのない文章が復元されたんです。え？って思うよりも先に僕の右耳のそばで、続けなきゃやってらんないよね。知らない人の嬉しそうな声がして、男性とも女性ともつかない痰が絡んだような声で、バッと周りを見回しても、いつもの下宿部屋に窓の向こうから真っ昼間の日が差しているだけで、だから一瞬気のせいだと思おうとしたんですけど、画面上には相変わらずその画像と一文が表示されてたから、僕はそのままパソコンをシャットダウンしました。シャットダウンする途中、保存されていないファイルがありますなんて表示が出たんですけど、構わず強制的に画面を閉じて、結局ファイルをもう一度開いたら、当たり前ですけど寝る前に上書き保存した時の状態に戻っていて、でも一回電源を切ってるから操作を戻してどうこうみたいなことはできなくなっていました。レポートはまた遂行とかをし直して提出して、提出した後すぐにパソコンからその文書ファイルは削除したんです。念のためにそのパソコンの画像フォルダーとかを見直してみましたけど、あんな画像はありませんでしたし、それから何か嫌なことが起きたみたいなこともありません。